老練な将軍はあらゆる側面から敵を攻める。ゴールドスミス、負けるが勝ち。北欧神話最強と謳われる神トール、最強の武器に随一の屈強な肉体。向かうところ敵なしと思われた彼にも、実は叶わなかった相手がいたのでした。こんばんは、Mちゃんです。今宵は最強の先人トールと巨人の王ウートガルザロキ、二人の技比べの物語をお話ししましょう。これは雷神トールが最強の巨人フルングニルを打ち倒すよりも前のお話。トールはいたずら好きの神ロキと二人の従者を連れて巨人の国ヨーツンヘイムを旅していました。四人はある日、山のように大きな巨人に出会います。お前は何者だ？トールが問いかけました。すると、巨人が答えます。私はスクリューミル。巨人の王、ウートガルザロキに仕えるものだ。さては、その顔はトールだな。こんな人気のない荒野に、何の用だい？我々は、ヨーツンヘイムを旅しているところだ。巨人の王ウートガルザロキの噂は金々聞いている。一度会ってみたいと思っていたんだ。すると巨人スクリューミルは、この先を少し行くとウートガルズという城があるから行くといい。ただし巨人の国ではあまり生意気な口を聞いてはいけないよ。私よりももっと大きな巨人がたくさんいるんだから。四人は言われた方角へ歩みを進めました。たどり着いたお城はどこまでも広い野原に見上げるほど高くそびえていました。お城に入るとそこには大勢の巨人がずらりと並び、その一番奥には巨人の王ウートガルザロキがどっしりと座っていました。ウートガルザロキはトールたちを見るとにやりと笑ってこう言いました。そこのちっぽけな男がトールだろう。お前たちは何か芸はあるのかい？優れた芸の一つでもないようならこの城にいさせてやることはできないよ。これを聞き真っ先に口を開いたのはいたずら好きの神ロキでした。私はここにいる誰よりも早くものを食べることができるぞ。ウートガルザロキは答えます。そうか。では、わしの従者である巨人、ロギと早食い勝負をするといい。ロギが席に着くと、目の前には大量の肉が運ばれてきました。さあ、ロギと巨人ロギは、すさまじい速さで、肉を食らいます。勝負は互角に見えました。ところが、次の瞬間、巨人ロギは肉の入った桶ごとパックリと食べてしまったのです。これを見たロギは呆然として、あっけなく負けてしまいました。続いての勝負では、トールの従者の一人、シアルビーが名乗り出ます。私は足の速さなら負けません。ウートガルザロキは対戦相手として背の低い巨人の少年フギを指名しました。スタートの合図とともに二人は駆け出します。シアルビーは間違いなく俊足でした。しかし巨人フギの速さには到底かなわず、結果は惨敗。トール勢はまたしても負けてしまいます。最後に、いよいよ、トールの番がやってきました。王よ、私は酒の飲み比べで勝負しよう。よかろう。だが、その前に、ちょっとした力試しだ。そう言うと、ウートガルザロキは酒の入った大きな杯を
トールの前に持ってこさせました。酒に強ければ一口で飲み干せる。弱いものでも三口といったところか。トールは自信たっぷりに勢いよく酒を飲みました。ところが、どれだけ飲んでも酒はほんの少ししか減りません。結局、最後まで飲み干すことができずに、トールは悔しさを隠しきれません。続いて力比べを提案しました。では、わしの飼い猫を持ち上げてみるといい。ここにいる巨人たちは、誰だって簡単に持ち上げてしまうぞ。トールは、大きな猫の体を持ち上げようと、渾身の力を振り絞りました。しかし、持ち上がったのは、たったの片足だけ。とても全身を持ち上げることはできませんでした。悔しがるトールは、さらに提案します。それでは、力比べに手合わせをしよう。誰であっても組み伏せてみせる。すると、前に進み出てきたのは、よぼよぼの老婆。ウートガルザロキの乳母、エリでした。トールはお構いなしに、エリを一気に組み伏せようとしました。ところがエリは、巨大な岩のようにびくともせず、次第にトールの足はよろけ、ついには片膝をついてしまうのです。すべての技比べで敗北してしまったトールたちは、翌朝、面目丸つぶれで城を後にします。四人を見送りに来た巨人の王、ウートガルザロキは、最後にある秘密を打ち明けるのでした。お前たちの力量は大したものだった。もう二度と会うこともないだろうから、本当のことを話しておこう。実は、お前たちは今まで現実によって騙されていたんだよ。城の方角を案内した巨人、スクリューミルは、わしが姿を変えていたんだ。技比べも、すべて現実だ。早食い勝負をした巨人、ロギの正体は、炎だ。だから、肉も桶も、一瞬で食べることができた。早掛け競争をした少年フギの正体は、わしの思考だ。思考ほど早く書けることは、できないからね。そしてトール、お前が酒の飲み比べをした杯は、海とつながっていたのだ。海を飲み干すことなど、誰もできないだろう。だが、目に見えて杯の酒が減った時には、驚いたよ。それから、あの飼い猫だが、あれの正体は、世界を囲む大蛇、ヨルムンガンドだよ。片足が宙に浮くなんて、たまげたものだ。最後に、老婆エリは、老いそのものさ。どんな神であろうと、老いには勝てない。さあ、もう二度と、巨人の世界に来てはいけないよ。その時は、またわしが、現実をかけなくてはいけないからね。これを聞いたトールは、怒りが爆発しました。城ごと破壊してやろうと、後ろを振り返ると、ウートガルザロキも、そして、そこにあったはずの城も、跡形もなく消えていたのです。狐につままれたようなトールたちは、すごすごと、神の世界、アースガルズへの帰路につきました。最強の神、トールを手玉に取った唯一の巨人、ウートガルザロキ。トールが再び彼に出会うことはなかったと言います。今夜のお話はいかがでしたか？お休み前の神話シリーズでは世界中の神話をお話しします。合わせて M ちゃんの朗読チャンネルもぜひ訪れてみてくださいね。今日も一日お疲れ様でした。それでは良い夢を。